パリ五輪体操男子団体総合で16年リオ五輪以来となる2大会ぶりの金メダルに貢献した谷川渡るセントラルスポーツが15日自身の x w ツイッターを更新噂のパリの警察に選手村まで送ってもらった写真と綴りパトカーの後部座席の乗った写真などを投稿した タクシーだと選手村に入れなくて困っていたらパリの警察官が近づいてきてくれたので、金メダリストだとアピールしたらサイレンを鳴らしながら選手村まで送ってくれたフランス人優しい、と記した。谷川は8日の帰国時にパリで体験した行天エピソードを披露。練習会場から選手村へ帰る際、通常ならバスを使うところが時間が合わず、タクシーを利用。 ただ、タクシーは選手村の入り口まで入れずに手前で降ろされてしまい、立ち往生していたところで居合わせたフランスの警察官と交流。パトカーに乗せてくれ、サイレンを鳴らしながら選手村まで送ってもらったと明かしていた。